1600年、慶長5年、美濃の国、関ヶ原。殿、前後に敵、この布陣、やはり危なすぎたのでは。まあ見ておれ。行け、進め。小早川、いつ動くのじゃ。小早川の陣所に鉄砲撃ち込んで、あれを願えると気を据えてやれ。石田殿に協力すれば関白の座を、家康殿に協力すれば上方に二カ国をくれると言った。だが勝つ方につかねばその恩賞はもらえない。どちらにつけばよい。ナイフ殿じゃ。ナイフ殿が怒っておる。寝返らなければ本気で我らを突きじゃ。お家のためナイフ殿にお味方する。何、裏切ったか小早川。殿、総崩れです。早くお逃げくだされ。なんたることじゃ。勝てるはずであった。勝てるはずだったのじゃ。こうして関ヶ原の戦いは大規模な戦いであったにもかかわらず、たった一日で勝敗が決したのである。経験の差かの。学研じゃのう。